山田バサラ、おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラと和気勲さんでございます。よろしくお願いします。はい、和気さん、はい、今日は新年一発目のライブ、今日は珍しく僕はフォークバー山ちゃん、そうね、久しぶり、中野町でライブするの僕久しぶりで、あ、そっか、ね、某ね、はい、そうなんですよ、なので、はい、今日はなんかすごく、出演者もですね、比嘉義弘さんに小馬さんに、楽しかったです、ね、そして和桶さんも、あ、いえいえいえ、僕のライブの9割方見に来るという9割5分ぐらい今日のライブどうでした？今日のライブ、いや、今日またね、違った趣の場所で ね、よかったと思いますよ。楽しかったですね。楽しかったでね、当初ね、お客さん、あれ、ちょっとしたら一人みたいな感じだったけどね、途中からね、途中から来ましたね、大阪のね、ロッカー55のね、そう僕もお世話になったマスターと、エイジさんと陽子さんが来て、で、またさ、奥様の方がさ、昨日ジグザグに来てたんだよ。あ、ご存知なんですね。いや、だから俺、ロッカー55まで知らないんだけど、その隣に、カウンターのね、俺の隣に座ってた、結構ノリノリ、独特のね、インパクトの強いおばちゃんが、なるほど、失礼、YouTube 見てる人に解説すると、妙齢のご婦人が座ってて、なんかすごい印象に残ったんですよ。 YouTube 見てる人に解説すると、はい、和桶さん昨日もライブを見て、はい、ジグザグで見たと、その時の隣にいたカウンターが、はい、そのロックア55の陽子さんだったということで、今日さっき偶然ばったり会って、あ、さっきもこの間も昨日も会いましたねって話をしたということですね。いやー、すごい、なんか今日やっぱ僕さ、みんな先輩ばっかりだから緊張するけど楽しかったですね。なんか独特な、なんか雰囲気の中で、まあ緊張してる風には見えなかったけど、楽しんでやってるんじゃないかな。いや、楽しんでるけど、でもやっぱ吉弘さんとかさ、あ、まあまあ、ね、僕からしたらこうなんか、まあ、小沢フォーク界の重鎮みたいな感じだったけど、あんな気さくな人だと思わなくて、いえいえ、もう楽しいですよ、あの人。楽しかったです、ね、もう大きな人なのね、小さな箱の時代の持つ時代から吉弘さん、素晴らしい、知ってますので、ね、で、今度またコバちゃんの、はい、蕎麦屋さんにも一緒に行きましょうね。あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい、そして何より和桶さんは僕の大交流会、はい、去年は全部見に来たんじゃない、もしかしたら。いや、ひょっとしたら1日ぐらいあった。いや、去年に関しては100発100中だった。すごいですね。またね、11月にはね、もう歌も歌って、あ、そう、和桶さんね、ルパン三世とかね、ブルーハーツ歌ってくれて、はいはいはい、ありがとうございます。ジャストライクアボーね、あそこ道路さんも歌いましたね。そう今月も大交流がありますけど、あ、行きますよ、はいはい、もうね、すごいよね、今回ね、もうすごい、ホテル山沢さんとテルミカンさんっていうですね、もうすごい方、これもまた大重鎮と一緒にやりますんで、何が起こるかわからないっていう感じ、はい、感がね、はい、すごくいい。和桶さん、今年2024年、はい、まあ、和桶さんなりのなんかこういうことしたいとか、なんかありますか、講師でなんかこういう目標とかありますか。いや私はもういつもね、毎年もう抱負を持たずに生きてる人間なんで、持ったところで計画であれば終わるっていう。でもさ、うん、俺和桶さん見てて思うけど、はい、年々楽しんでる感じするよね、人生ね。そう、だからそういう決めてることは、方法っていうか、もう日々、自分の健康状態と精神状態をファーストで行こうということで、それは僕すごいなと思う、だからもうそれファーストで、自分なりに面白いことをちょっと企んでいきたいなということで、今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、YouTube の皆さん、和桶さん、またたまに出てくると思いますので、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。和桶さん、いつものあれやりましょう、はい、今日も一日いいですか。はい、じゃあ2024年、和桶勲と、はい、和桶勲と2020年初めてのね、はい、声合わせでございます。はい、いきますよ、今日も一日サラバンジ。和桶さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうも。はい、はい、そしてあるものはあげた、かき鳴らしてがなり声で社会と時代を歌う。人はそれぞれにそれぞれの生き方、何かを感じないはずはない。僕は好きなんだよ、音楽がミュージック、ミュージック、ミュージック、この店の空気に浸っている。